私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまると暮らしている平凡な兼業主婦だよ。今日は近所の親子たち10組でディズニーランド旅行なんだけど、参加者の一人が待ち合わせ場所に来ないんだよ。何度も遅刻しないようにって言っておいたんだけどな。京香さん、待ち合わせ時間から10分過ぎてるよ。7時半になったらバスは問答無用で出発するからね。私たち遅刻したら置いていくって何度も言っておいたけどさ、それ嘘じゃないからね。電話にも LINE も出ないし、とりあえず私たちは行くよ。後から文句言ってこないでね。5時間後。ねえ、ちょっとありえないんだけど、もう午後じゃん。うわ、めっちゃ寝てた。ねえ、待ち合わせ時間から5時間経ってるけどさ、みんな待っててくれてるよね。だってディズニーランドだもん。9組の親子で楽しんでるよ。え、何それ、ちょっと待って、置いていたの？当たり前でしょ、みんなからの LINE 見てないの？それに京香さんが無理やり参加したいって言ってきた時に、京香さんは遅刻常習犯だけどさ、私たちは問答無用で置いていくって話もちゃんとしたよね。でもディズニーランドだよ、うちの子かわいそうじゃん。お子さんはかわいそうだけど、それは京香さんのせいだよね。なんで、なんで家まで迎えに来てくれないの？家近い人が朝ピンポン鳴らしてくれてるよ。そうしたら誰も出なかったって。私も息子も眠りが深いのよ。うわ、どうしてくれんの？私らお金払ってるんだから返金してよ。知らないよ、事前にちゃんと説明してるし、一筆書いてもらったよね。遅刻したら自己責任だって。そんな、だって置いていかれるなんて思ってなかったし。何のための一筆だったと思ってんのよ。いつも遅刻の多い京香さんがどうしても旅行に参加したいって言うから、みんなで話し合って決めたんでしょ。旅行に行きたいなら時間を守る、これ常識だよね。はあ、意味わかんない。だって他のママたちだったらさ、ちゃんと待ってくれるよ。そりゃ京香さんがブーブーうるさいからでしょ。だいたいいい年した大人なんだからさ、時間くらい守りなよ。じゃあ私たちは旅行を楽しんでくるんで、じゃあね。待ちなさいよ。京香さんは普通に話している時は楽しい話もできる人なんだ。でもね、とにかく遅刻が多くてみんなに迷惑をかけてしまうんだよ。それに遅刻絡みの話になると本当に面倒で、だから私は普段交流することはないんだけどさ、今回の旅行は幹事が違うママさんなの。京香さんは遅刻常習犯だからってことで何度も断ったらしいんだけど、ディズニーランドが好きらしく全然引いてくれなくてね。で、しぶしぶ旅行への参加を OK したんだ。まあ朝早くの出発だから来れないだろうってことを予想した上でね。それでチケットとかは各自取るようにしたの。バスも参加するママの身内が出してくれたから激安だったし、割り勘の一人がいなくなっても困らないってことで、ま、私たちにとっては予想していた通りの結果って感じなんだよね。でも京香さんは諦めきれなかったみたい。なんだ、ちゃんとバスあるじゃん。バス、何の話してるの？だからバスよ、バス。ほら、待ち合わせ場所の空き地にバスあるじゃないの。高速バスみたいなやつ、もうたくさん人乗ってるし。はあ、水木さん意地悪言ったんでしょ。さ、乗り込んじゃおーっと。やだ、なんかみんなフレンドリー。てかバスって他の人たちと相乗りだったんだね。いや、何言ってんの。私たちを乗せたバスはとっくに出発してるけど。だってここにバスあるし、こんな空き地にわざわざバス来るなんて他にないでしょ。水木さんたちは2号車とか違うバスに乗ってるの？そもそも泊まりじゃないのに今からディズニーランド向かってどうすんのよ。なんとかなるでしょう。じゃあねー。30分後。助けて、助けて、何このバス、化け物だらけじゃないのよ。てかあんた何のバスに乗ったの？知らないわよ、最初はなんか綺麗めなお姉さんばかりだったの。私と同じ美人ばっかり。そこはツッコミ待ち？違うわよ。そうしたら次々になんかがたいのいいのが乗ってきて、なんかお姉みたいなのよ。今日近くの繁華街にあるオカマバーのお姉さんたちで温泉旅行に行くって言ってたからな、そのバスに乗り込んじゃったんじゃないの。オカマバー、
そもそも私たちの頼んだバスって高速バスみたいな大型じゃないよ。え、そうなの。そのことについてもお話ししたよ。参加するママさんのご親戚が旅館やってて、そこで以前使ってたコミュニティバスを安く借りたって。知らない。じゃあこのバスは。よかったじゃん。ディズニーランドとはまた違った意味で面白いと思うよ。いやー、ピンときたので私は友人に連絡したよ。というのも私の友人にオカマバーのママをやっている人がいるんだ。事情を説明したら大笑い。やっぱり友人が参加する旅行のバスに京香さんは乗り込んじゃったみたい。友人は別のバスに乗ってたんだけど、グループラインを使って一斉に情報が共有されたよ。バスの中はもうめちゃくちゃだったってさ。ここはクラブかって感じの大騒ぎ。それに怯える京香さんとノリノリのお子さん。向こうに到着してからも瑞希とジュエリーのライン。瑞希ちゃんおはろー。ジュエリーちゃん、もう21時だよ。いやーね、私たち夜の蝶にとっちゃ21時なんて朝よ朝。それじゃあおハローじゃないでしょうが。まったくやだ、もうみずきちゃんシュートめ。うるさいよね。おほほの京香さんはどうなの。なんか警察に突き出すわよって言ったら泣き出しちゃってさ。それでいろいろな雑用させてるの。なんといっても今回はキャンプ場貸し切りで、人手はいくらあっても足りないからね。お子さんの方はどう。それがね、ほらうちの店に超美人な乙姫ちゃんいるでしょ。乙姫ちゃんに一目惚れしちゃったみたいでね。もうべったりよ。乙姫ちゃんに迷惑じゃないかな。大丈夫大丈夫、産んでないけどママ気分であげみざわって言って超楽しそうよ。それはよかった。それにしてもこの京香って女大丈夫なの。ちょっと話聞いたんだけどさ、アッパラパーもびっくりのパーって感じじゃないの。なんでこんなのが旅行のメンバーだったの。幹事のママに何度も頼み込んでしつこくってさ、それで仕方なくって感じかな。それに京香さんってこういうママ友旅行みたいなの一度も成功したことがないらしいし。それって全部遅刻ってこと。そう。何よやだ。じゃあこの子体調不良とかじゃないの。私ちょっと心配だわ。大丈夫だよ。京香さんが遅刻する理由は寝坊。ついでに寝坊の原因はゲームだから。ゲーム。そう、深夜どころか早朝までやっちゃうんだって。そのまま起きてればいいんだけどさ、朝になると逆に眠くなっちゃうみたいだよ。わかるわ。私も朝日を見ると眠くなっちゃうものね。うちの店で働かせようかしら。今キッチン足りないのよ。ジュエリーちゃんの店いつもにぎわってるもんね。どうせ寝坊するなら働いた方がいいじゃないの。そういえば京香さん昔ファミレスの厨房で働いてたらしいね。あらやだ、うっそ。もうそれならバッチリよ。電子レンジとちょっとの包丁使えれば超最高。あら、やだ。勧誘しちゃいましょう。ごゆっくり楽しんでね。私たちは日帰り旅行だったので、たっぷりお土産を買って帰宅。今回コミュニティバスを出して、おまけに運転手までしてくれたママ友のご親戚の人だったり、待ち合わせ場所に使わせてもらった空き地の持ち主さんだったり、みんなにもお礼のお土産をたっぷり買ったよ。いや、本当にありがたいね。さて京香さんの方なんだけど。いや、おかま怖い。京香さんどうしたの。ジュエリーちゃんの店で働き始めたんだよね。だってあのでかい顔近づけてうちで働けって言うんだもの。怖いからはいそうしますって言うしかなかったのよ。でかい顔って、ジュエリーちゃん結構気にしてるからね。それ言っちゃダメだよ。でもなんでそんなにビビってんの。確かにガタイのいい人は多いけど、別に怖くはないでしょ。違うのよ、乙姫さんよ。乙姫ちゃんがどうかしたの。あの人も男なんだよね。見た目は絶世の美少女だけどね。あるものはあるよ。そんな何、京香さんが乙姫ちゃんに惚れたとかそういうこと。違うわよ。うちの息子と、あとはこの間夫が挨拶に来たんだけど、
それから毎日みたいに店に来るの。息子を義実家に預けちゃってさ。え、それまさかだけど。乙姫さんをじっと見てるのよ。あ、私お釜に負けるなんて絶対に嫌なんだから。笑ってんじゃないわよ。いや、まあ乙姫ちゃんは超絶美少女だからね。以前もこの辺に住んでたドキュンママの旦那さんが乙姫ちゃんに惚れちゃって離婚になってたっけ。ちなみに乙姫ちゃんは美人なだけじゃないよ。家事も料理もすごく得意だし、時間もちゃんと守るし、そりゃ乙姫ちゃんの方が魅力的だよね。本当に旦那さん取られちゃうかもね。そんなの嫌よ。その後、京香さんはジュエリーちゃんの店を辞めて家族で引っ越していったよ。というのも旦那さんが相当マジになっちゃって、夫婦で大喧嘩して本当に離婚しそうになったらしいの。でもお子さんもいるしってことで再構築して引っ越し、乙姫ちゃんはだらしない生活してたら私がもらいに行きますなんて言ってたっけ。旦那さんに対しての愛はあるらしい京香さん。向こうで頑張って生活してるってさ。いつまで続くかわからないけど、また遅刻常習犯になったら、その時は乙姫ちゃんの出番だね。さて、今日はジュエリーちゃんがうちに遊びに来てるの。うちのニャニャ丸ってジュエリーちゃんが大好きなんだよね。家族で旅行に行く時とかはよくジュエリーちゃんが泊まりに来てくれるの。2人は体を伸ばしたりするタイミングがぴったり一緒なんだよ。あ、一緒にあくびした。双子か。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。